源氏物語、源氏物語の登場人物、富士天智富士天智とは、源氏物語に登場する架空の人物。光源氏の副真の部下である、藤原惚光の娘であり、父親の惚光から大切に育てられ、男兄弟すら、滅多に会えないほど、可愛がられていた。長じて、光源氏の命によって五節の舞姫となった後、天智となり、さらに、 光源氏の着難である夕霧に見染められてその即室となって多くの子を産んだ女性である。藤天神の塔は藤原氏であることを、天神は天神の地位にあったことを意味している。夕霧の精細である雲井の狩りよりは今少し伸びやかだったとされる。父親は光源氏の腹心の部下である藤原惚光である。弟は少女マキア、 バイシマキにおいて、光源氏の子であるユギリに仕えており、ユギリと宮中にいた、次期の富士天神の手紙の仲介をするなどしている。ユギリの側室となり、彼との間に数人の子を成した。この子供の数、順序と性別については正妻である久モの狩りの子についての記述も含めて、ユギリ巻巻巻末にまとまった記述があるが、以下のように、写本。 半本によって複雑な違いがあり、どの形が原型であるのか多くの議論が存在している。これらの子供たちのうち3の君と次郎君は、花ちるさとが引き取って養育することになり、また6の君は、器量が特に優れているということで、女にの宮の下で育てられた。藤天展は直接には、以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。父、 藤原恒光は、源氏の命により娘を五節の舞姫として差し出すことを命じられ、気が進まないもののしぶしぶ出身に応じた。光源氏の午前での舞の前稽古で初めて夕霧と出会う。夕霧から和歌を読みかけられるが、この時には夕霧の蘇生を知らなかったので無視して返事をしなかった。後五節の舞姫として舞を披露した際改めて夕霧に見染められ、 文のやり取りをするようになった。この時五節の舞姫を務めた娘は、天地となって宮中に上がることがあらかじめ決められていた。これ光の娘も当初の予定通り宮中に上がって、天地となり、富士天地と呼ばれるようになった。この頃から、夕霧と付き合うようになったが、初めは忍ぶ中で、夕霧に仕えていた弟の平営が、夕霧と、 富士天寺の間の手紙のやり取りを手伝った。女二の宮のところに通うようになった夫夕霧に怒って子供たちを連れて実家に帰ってしまった雲井の狩りに消息文を送って夕霧との仲を取りなす。夕霧の側室となって多くの子を産んだ。子供たちのうち三の君と二郎君は花散る里が引き取って養育することになった。さらに末娘の六の君は 企量が特に優れているということで、女にの宮の下で育てられた。ありがとうございます。